お試しで試験を一度受けてみましょう。ご準備はよろしいですか？ああ、OK だ。どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？それではやってみましょう。絶対受かれよ。よっしゃ、一発合格達成だ。へえ、意外だね。春日君は元がいまいちだから、不合格だったら友人としてもうこの資格は諦めろって言うつもりだったんだけどね。ぶっつけ本番ですごいですよ。ぜひこの調子で他の資格にもトライしてくださいね。今回は一発合格でしたが、一回で合格できないものもきっと出てくるかと思います。そんな時は間違えたところを復習してまた挑戦してみてください。諦めるのは一番ダメです。資格はとにかく何度もトライすることが大事です。間違えた問題を解けるようになればどんな資格も絶対合格できますから。そうだな、ありがとうよ。ローラちゃん熱いこと言う。そういうところが素敵よ。というわけだ。何度でも挑戦したまえ。諦めるなんて言語道断だ。君ならきっとできるよ、春日君。はいはい。しかし次はどの試験を受けるかとかいろいろ迷うな。そうですね、迷うこともあるかと思います。ぜひ私に相談していただければ。いやローラちゃんのお手を煩わせるわけには参りません。ここは私碇が対応いたしましょう。春日君、困ったことがあったら何でも聞いてくださいね。そいつはどうも。それでは今後ともよろしくお願いしますね、春日さん。な、ね、頑張ってみるよ。まだ大丈夫だ。へえ。はい。あるほど。Hey there. I'll kick you down a notch. かかってきやがる。調子がいいぜ。手加減はなしだ。俺の番だ。腰抜けやろうぜ。行くぜ行くぜ。出来じゃねえか。
あそこになんかあるぞ。ん？さて、開けてみるか。やったぜ。おーい。ん？この辺は落書きが多いな。何度消してもすぐに書かれるから、所有者もお手上げらしい。ま、日本でも路地裏とかは似たようなものは多いな。一番も落書きとかしてたのか？しねえよ。せいぜいガキの頃教科書に書いててくれで。ああ、俺も教科書の端に書いてアニメーションさせて遊んだな。パラパラ漫画を書いてたのか。思ったよりレベル高かったな。仲良し。また距離が縮まったな。よ、なんか探し物か？財布でも落としたか？え？あ、いや、そういうわけじゃないんだけど。ん？あの、花探してるの。プルメリアっていう花。プルメリア？なんか聞いたことあるような気もするけど、
どんな花だったかな。こういう花で、私は中でも青色のものを探していて。あ、これがプルメリアか。なんか見たことあるかも。ハーバーストリートの方とかに咲いてる木があったような。あ、本当？まあ、多分。ただ、色が青だったかまではちょっと思い出せねえけど。その、初対面のあなたに頼むのも変な話なんですが、もしよかったらプルメリアの花を探すの手伝ってもらえないかしら。本当に時間がなくて。なんか訳ありみたいだな。すぐに必要なのか、そのプルメリアって花。うん、レイっていう首からかける花飾りを作れるだけのプルメリアを急いで集めたいの。あいつにまた笑ってほしいから。へえ。ええ。任せとけ。はい。ああ、後悔するなよ。行くぜ行くぜ。光年のか。行くぜ。光年準備。俺の番だ。どうした。行くぞ。ほら来いよ。調子でっちゃ。茶番は芝居だ。調子がいいぜ。さっさと来い。
よし、やるぜ。貧血になりそうだ。手加減はなしだ。腰抜け野郎が。行くぜ行くぜ。俺の番だ。ちょっとまだまだ。調子出てきたぜ。シンプルに行くぜ。よし。東京だけは貸してやるよ。まだ大丈夫。どっちこうマフィアスペースですね。後悔するなよ。全力で保つぜ。
行くぜ。Aloha. Thank you for stopping by. Aloha. Thank you for stopping. かかってきやがった。調子がいいぜ。いい調子。
出てきたぞ。ついてこれるか。手加減はなしだ。フラフラするぞ。相手してやる。いつでもいいぜ。ちょうどい、うん、来や。おめえ、うん、よし、止まるぜ。ファイフォー、ザジーベ。腰抜き野郎が。調子出てきたぞ。回復しとくか。俺の番だ。どうした？止まらん。ほら来いよ。来や。受けてみな。ガツッと行くぜ。さっさと来い。ファイフォー、ザジーベ。ビビってんのか。気乗りしねえな。なんとかやっか。せや。調子出ねえな。最初も留下去。体が重い。いい調子だぜ。アロハ。へい。
へえ。わかった。ほう。ん？ありがとう。わかった。
いえ。え？僕の好きな人がジェシー先生？なんでそうなってんだよ。だってジェシーさんのことよく知らなかったし、まさか妻子持ちでダンディーなおじさまだなんて思ってなかったから、私てっきり年上のお姉さんを好きになったんだと思って、だからその、まあ確かに年上で素敵な人くらいしか言ってこなかったかもね。実際ここを離れるって聞いて結構へこんじゃってたし、今回はちょっと空回っちまったが、アイナちゃんの思いやりは認めてやってくれよ。ユーリには幸せになってほしいからって必死にプルメリアのレイを作ったんだ。俺はちょっと手伝っただけだけど、アイナちゃんすげえ頑張ったんだぜ。必死に青いプルメリア探し回ってさ。はい、そうだと思います。目に浮かぶようですよ。アイナは優しくて誰かのために必死に頑張れるやつですから。何よ急に。あの、春日さんでしたよね。ありがとうございます。あとすみません、なんだか巻き込んでしまって。いや、俺のことは気にすんな。ちゃんと見送りもできたわけだし、結果オーライだろ。もういいよ、私昔からこんなのばっかり。アイナのおっちょこちょいは今に始まったことじゃないからね。でも昔からおせっかいでいつも僕に笑顔をくれるのはアイナだったよね。今日だってそう。アイナを見てると悩みとか悲しいって気持ちを忘れちゃうし。それバカにしてない？してないしてない、ちょっとしかしてないよ。してるじゃない。ごめんごめん。ところでさ、そのプルメリアの霊は僕のために作ってくれたんだよね。そうだけど別にもういらないでしょ。全部私の勘違いだったわけだし。ううん、もらうよ。この霊を送りたい人がいるんだ。ん？え？アイナ、いつも僕に笑顔と幸せをくれてありがとう。いつか必ず伝えたいって思ってたんだ。これからもずっと僕のそばにいてほしい。だから、恋が成就するプルメリアの霊か、効果抜群じゃねえか。自分のことよりも相手のことを思いやれるアイナとユーリ、二人一緒に幸せになりな。準備はできてるぞ。おっしゃ、行くぜ。全力でかまって。相手に強すぎだ。
ハロただいま、エリー。具合はどうだい？今日はとっても愉快な人たちに会ったよ。春日さんって言ってね、日本から来たらしい。外でしょぼくれてたわしの話を笑わないで聞いてくれてね。しまいには力になるぜなんて言ってくれたんだ。なんだかそれだけで嬉しくてね。何の得もないのにまっすぐそう言ってくれた彼がなんだか物語の王子様みたいに見えたんだ。笑っちゃうよな。全然そんな柄でもない中年の男なのにさ。わしは誰かの、いや、エリーの王子様になれたのかね。ずっと家にもいないで仕事ばかりして寂しい思いをさせてしまった。ようやく時間ができたというのに今のわしは何もしてあげられない。王子とはほど遠いよね。ごめんよ。なんだか今日は暑いな。窓でも開けようか。あなたは素敵な私の王子様ですよ。今も昔もずっとね。エリー、ありがとう。あなたがいない時間は確かに長かったのかもしれない。でもその時間もずっとあなたの優しさは感じていましたよ。だって私のために頑張ってくれていたんでしょう。今日だってそう。私はあなたからたくさんの愛情をもらったわ、エリー。だからそんな顔しないで。綺麗。ありがとう、春日さん、組長さん。出陣へ。これはなかなかの重労働だが、やってやるぜ。うわあ、親父、これおむつ足りますかね。あ、ほんでれ、足りなくなったら今お前が履いとるそのおむつを使うまでじゃ。すっぽぽんになっても最後までやりきるで。へい。本当に雪が見られるなんて、日本で二人で見たあの日を思い出すわ。本当に綺麗。オーランド、あなた魔法が使えたのね。知らなかったわ。もちろんだ。わしはエリーのためなら何だってできるさ。魔法使いにだってなれる。このくらい遊べしまえだよ。だからもっとしてほしいことはないか。何でも言ってくれ。お願いだから。
でももう十分よ。こんな素敵な贈り物をもらって私は世界一の幸せ者ね。ありがとう。十分なんて言わってくれ。わしはまだ。それじゃあ最後のお願い。なんだい。笑ってちょうだい。あなたの笑顔を見ながら眠りたいの。せっかく綺麗な雪なのに王子様がそんな顔じゃ台無しだものね。だからお願い。ああそうだね。うん、その通りだ。ゆっくりおやすみ、エリー。雪、溶けちゃったな。二人に雪、届いたかの？きっと届いたさ。笑えるほど綺麗な雪を見せられたと思うぜ。せやな。ハワイの雪っちゅうのもおつなものやな。ありがとうよ。いらっしゃい。気分が乗ってきたぜ。